鈴木氏。鈴木氏は日本の代表的聖師の一つ。祭礼の際に祀られる稲穂や神社の本坪鈴に由来した神官の聖師とされる。鈴木を苗字とする家の多くは、穂積屋村を本生としており、熊の散々信仰と関係が深い。穂積で鈴木氏は熊の本宮の出身で、ありの熊の参りで知られる。 熊野本宮大社に猛出る信者たちの世話や指導をする熊野御しを筆頭に神官を受け継ぐ家系である。鈴木氏は熊野神社の肝心や熊野を基地とする太平洋側の海上交通に乗り神官として東日本を中心とした全国へ広まった。信仰が深まった地域にはその地にある大木に鈴を下げ神社の建設が 終わるまでの間、神社はその鈴が下がる木を信仰の対象とした。当時その木を鈴木と呼んだ。そして神社が完成した時、本殿の切り妻の下にその鈴を下げた。現在の神社で見られる本壺鈴はその名残とされ、それが下がる両木を鈴木と呼ぶ地方もある。また、海上交通に乗って、東日本に移り住んだ鈴木氏の中には、 商人として活躍した者もおり、室町時代の品川で活躍した鈴木道種、中野で活躍した鈴木九郎は共に熊野出身とされている。木の国藤城、現在の和歌山県海南市の鈴木市は、12世紀頃に熊野から同じ木の国内の藤城に移り住んで以来、王子社、現在の藤城神社の神官を代々務めた家である。 全国に散らばる穂住姓鈴木市中でも本家筋と、みなされている家で、工実する最家の鈴木氏も、三河の鈴木氏もいずれも、藤城の鈴木氏の分家とされている。平安時代の末に、藤城鈴木氏から出た、鈴木三郎主家亀井六郎へ、清の兄弟は、源義経に老頭として使え、道の区国衣川で主君を守って戦死した、鈴木主家の子が、 伊よ土いしのそとなったという伝承があり、この説によると、聖領期の著者の土井聖領は、藤城鈴木氏の末裔ということになる。鈴木主家への六世孫で、藤城鈴木氏当主、鈴木重姉の長男であった、鈴木主芸ともの、茂友は、鎌倉幕府東幕の旗が上がった際に、幕府側について敗れ、伊豆国襟に下校して、襟鈴木氏のそとなったため、弟の鈴木和常が、 藤代鈴木氏当主となった。藤代鈴木氏は、1942年、昭和17年に、第122代の当主が病気で急死し、子がいなかったため断絶した。西賀州の鈴木氏は、戦国時代に、木の国重が、里、現在の和歌山市西北部、木の川川口付近北岸の平井、和歌山市平あ辺りを本拠地としていた土豪。 鈴木氏は、木の川対岸の西下層、現在の和歌山市外周辺を中心に、周辺の荘園の土豪たちが結集して作っていた、西賀州の有力な家系の一つで、十が里の指導者的な立場にあった。江戸時代の記録から、鈴木タスクダイブ、位という人物が、西下上司として、数万国を領していたという話がよく取り沙汰されるが、実際に、 鈴木氏が居住していた銃が、里は、最下城のある、最下層から見ての対岸であり、信ずるに足りない。最下等の鈴木氏が、本格的に歴史に現れるのは、彩花孫市の通称で知られる、鈴木孫一が活躍した16世紀の中頃以降で、彩花州の他の土豪たちと同様、鉄砲伝来から間もない早い時期に鉄砲を使った、戦術を取り入れ、 16世紀の半ばには、鉄砲で武装した、ある程度の規模の傭兵的集団として活動していた、ようである。1570年、元気元年に、織田信長が、大阪の石山本願寺と開戦して、石山戦争が起こると、鈴木孫一の率いる鈴木等は、他の最下州の集団と共に、本願寺の門主、権女の求めに応じて、本願寺に入り、 織田軍と戦った。鈴木孫一は、上皇自末の一道場の門徒代表に過ぎず、最下一行衆の指導者集団であった。年寄り衆よりも格下の存在であったが、石山本願寺にこもった西河衆の中では、最有力の頭目の霧で、孫一自身も本願寺の門徒でもあったので、本願寺に、極めて信頼された。1577年、天正5年に、 本拠地の西賀が、織田軍の侵攻を受けると、木の川北岸にあった鈴木氏の所領は真っ先に攻撃を受けて占領され、木の川南岸での戦いも劣勢であったために、鈴木氏は他の有力者たちと共に、織田氏への服属を誓って降伏した。翌年には、織田氏への服属を保護にすると、再び本願寺に加担した。1580年、天正8年、県与が、 最終的に高戦を断念に、石山本願寺を退去して、最下の詐欺森に移ると、鈴木氏もこれに従い、小田氏に服属する。これ以降、力を失った本願寺に代わって、小田氏に服属しようとする鈴木氏と、それに反対する藩小田派との間で、争いが起こり、鈴木孫一は1582年、天正10年に、土橋氏の当時を殺害、西賀州の主導権を握った。 同年に、本能寺の変が起こって信長が死んだため、後ろ盾を失った孫市は、最下を逃亡の後、豊臣秀吉を頼る。小牧、長久手の戦いから、文読、慶長の役に至る秀吉の一連の戦役に、参加した豊臣家の鉄砲頭の中に、孫市を含め数人の鈴木製の名が見える。この間、1585年、天正13年に秀吉は、 紀伊生伐を行って、最下州を滅ぼした。戦術した、鈴木佑太夫はこの時、東道高虎によって殺されたということになっている。孫市が、歴史から名を消した後、豊臣家の鉄砲頭として、孫市の兄弟友子とも言われる、鈴木孫三郎へ朝の活躍が見られるようになる。茂友は1600年、慶長5年に、関ヶ原の戦いの前哨戦である。 伏見城の攻略戦に、石田三成方として参戦。上昇の鳥居元忠を打ち取る先行を挙げた。関ヶ原で西軍が敗れたために所領を没収されて、浪人したものの、1606年、慶長11年になって、元忠の主君である、徳川家康に召し抱えられている。重友は後に家康の罰よ寄り房に付属されて、三戸藩に移り、この茂次の時後継として、主君、 よりふさの公養子に迎えて重吉と名乗らせ、鈴木家は、水戸藩の重心として続いた。後に、水戸藩鈴木家は名字を彩下と改め、代々の当主は孫一を通称としたという。彩賀州鈴木氏の経譜は、諸説あるが、以下には一例を挙げる。三河国の鈴木氏は、藤代鈴木氏の主流を称する。かそ、鈴木重吉は、鈴木重げ家の親族で、 鎌倉時代から南北朝時代の頃に三河国矢波、愛知県豊田市矢波町に土着したと伝えられる。室町時代に柳を本拠として鴨府に一帯に勢力を広げて三河西北部における有力国人として台頭し、戦国時代には寺部、豊田市事部長、主店、豊田市幸会町、安す豊田市安家町、のりさだ、豊田市、 のり町などの諸家に分かれていた。これら鈴木氏の諸家は、今川氏、松平氏、小田氏などの周辺勢力に囲まれて、離反起伏を繰り返しながら、反独立の勢力を保ち続けた。1558年、永六元年には、寺部の鈴木氏が今川氏から離反したため、今川氏に服属する松平元康、後の徳川家康が、初陣として寺部を攻めている。 1560年、A63 年の桶狭間の戦いの後もおののの、鈴木氏は今川氏に服していたが、アスケ鈴木氏は1564年、A67 年に今川氏から自立した家康によりアスケ城を攻められて、服属し、寺部鈴木氏は1566年、A69 年に、小田氏の武将、佐久間信森に攻められて滅ぼされた。主鈴木氏などの諸はその後も、 徳川氏に従い、江戸時代に至って、江戸幕府の旗本となる。家康に従った、鈴木十字、重吉夫氏は、主典系の鈴木氏である。金荘志作者としても有名な江戸初期の前奏、鈴木昭蔵と、島原の乱後の天草の復興に、大きな功績を残した、大館、鈴木重成の兄弟はいずれも旗本で、乗貞鈴木氏の出身である。なお、文治4年。 1188年、鈴木義しあ鈴木七郎へ、前回帰と言われる鈴木さん光恩寺、豊田市地区元町南東4があり、回帰以来今日に至る鈴木製の段下がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。